どうもここんにちは宣伝部長のです今日はソシオパスということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで今回ですね立花隆さんの最大の弱点と思われるソシオパスという、まあ、傾向を持つ方々のお話をちょっとしていきたいんですけれどもこのソシオパスっていうのはですね後で詳しくやりますが、まあ、一般的にはですね反社会的な行動をする方々のことでまあ なんか割とまともな人が一緒にいるとね、まあ、そのまともな人が結構病んじゃうっていう形で、まあ、最大のそういった方々にする対応っていうんですかできる対応としてはですねこちらの本心を見せずまあ余裕の笑みを浮かべるみたいなことらしいんですけどそれって。 千葉ののしさんの逆でしょあの余裕の意味は置いといてその本心隠すっていうか <laughs> <あの笑>それがまあ一番難しい方なのでまあ何て言うんだろう,こう口喧嘩等とねまあ、いろんな意味で最強の方だと思うんですけど、まあ、そういった意味において、まあ、ちょっと最大の弱点をっていうんですかねもう要するに本心とか感情とか全部あらわにしてる方 っていうかスケルトンの方なんでね、まあ、そうなっちゃうと結構ソシオパスの方々にまあ割と使われちゃうっていうかやられやすいのかなみたいなふうに思ったんでまあ、今回はですねこのソシオパスのことについてまあご紹介をねしていきたいというふうに思います。はいでそのねソシオパスって何か定義がいろいろあってですねまあ、難しいところはあるんですけど例えば精神学科。 精神科界隈の話とか心理,心理学とかでなんかいろいろね、まあ、定義とか言葉が全然違うんでまああれなんですけど、まあ、一般的にこうね言われてる名前としてはこのね、えー、反社会的パーソナリティ障害っていうやつがまあ有名っちゃ有名でとりあえずこれを先にちょっと追っときたいんですけど、まあ、簡単に言うとですね欲しいものを手に入れたり自分が単に楽しむためにいろんなことを行うのが特徴っていうことですね。 で人を愛する能力や,や優しさは欠如している上人の顔色を伺って騙したりする傾向もあるということですね。まあ、この傾向ってあのサイコパスとかも一応含まれるらしくてソシオパスとサイコパスの違いとしてはサイコパスは先天的かつ、まあ、かなり能力が高い方が多いって感じですかねだからソシオパスはまあ後天的な人が多いっていう要するに環境特にまあちっちゃい時のなんか環境っていうのがすごく大きいということらしいんですけどね。はい っていうのがありまして、それともう一つね、この自己愛性パーソナリティ障害ってやつもあるらしいんですけどね、こっちとね、まあ似てるんですけど、ちょっと違ってですね、これの場合は、えっと、自分が優れてるのだから人を使って当然だと考えて人を利用するっていう感じらしいんですけどね。まあまあ、というのがちょっと一応踏まえた上ではい。 で、まあ、ソシオパースの特徴としてね、今ちょっと4つぐらいざざっと上げてみたんですけど、大きくね、まず他者の軽視がある、そして衝動的行動します、で、無責任です、で、まあ、これを、こういったものを追い隠すための魅力の演出がありますみたいな、だいたいこういう認識なのかなっていうふうに思いますと。で、具体的にちょこちょこ見ていきますけど、具体的っていうのかな、まあ、傾向ごとにいろいろあるんですけど、まず短期ですと。 で思い通り物語が進まないと不満が爆発するまあ簡単に言うと切れやすいんですけど切れるポイントでこれですね思い通りに物事が進まないっていうとこなんであくまで自分軸なんですよね。でそして暴言で相手を傷つけるのが平気だとかまあ要するにねこれねいろいろ紹介してますいきますけど一般的に言うとない話がたくさん出てくるんでだから なんか普通はこうだよねみたいなのがないので多分一緒にいると結構きついのかなとかあるいは眺めてるときついのかなっていうふうに思うんですけどねはい、まあ、その辺がだから反社会的行動が多いって話なんでしょうねであとは平気で約束を破るとか法律を軽視してるとか場合によってそれを武勇伝のように語ることもあるとかであとそうですねあとは平気であ嘘を平気でつくそして、まあ、つくからこそ嘘がうまいわけなんですけど えっとまあ、でさらに、だからこういうのをよくやるわけですよね。で、これをやるためにですね、自分,自分をよく見せるために平気嘘つくから表面的に魅力的みたいなところもあってですね、まあ、全体的にな、なんて言うんだろうな、魅力を演出することによってさまざまなことを可能にしてるっていうんですかね。まあ、まあ、一般的に言うと、だってこんなの、だってすぐ切れたら嫌われるでしょ、暴言なんか言ったら嫌われるでしょ。 で平気で約束なんか破ったら嫌われるでしょだけどこれをですねめちゃくちゃその魅力的な人がやったらですねあそういうキャラクターなのかなみたいな感じですかねえっとなんか番組になったやつで言うとイテオンクラスってやつあったじゃないですかそのイソっていう人がまあそのなんて言うんでしょうねこうえっと今回におけるソシオパスみたいな傾向がある人ってよく言われるんですけどだからまあやってることは確かにむちゃくちゃなんですよね。<laughs> <laughs> むちゃくちゃなんですけどそれをまあある種魅力的なキャラクターであることが覆い隠していて主人公を最終的、まあ、惚,れ惚れたりとかするわけじゃないですかまあまあそういう魅力で覆い隠すっていうところがまあちょっとあるのかなっていうところですねはいであとは自分の利益のためなら他人を利用することにためらいがないとかですねあるいは自意識過剰自我が強くて自分の話が大好きとかですねまあいろんなポ,ポイントがあるとであとですね で一方で他人に無関心とか自分,に今日自分以外に興味がないと。 でだから通常ですねまあこ今まで上げてきたことで考えると、まあ、めちゃくちゃ周りに普通で言うと迷惑かけるわけですよね。でそうすると周りはフォローしたりとうとするわけじゃないですか。でじゃあその周りの人がまあ困った時が出た時に「お前はいっつも迷惑かけてんだからじゃああいつ助けてやる」みたいな普通そういう空気感になりますよねおそらくね。でその中でそういう時に「いや知らんけど」みたいな。<laughs> <laughs> 他人に無関心みたいなのっていうところになっちゃうとなんだこいつってなるってとこでしょうね。はい、とかまあまあそれもほら。 魅力的だったりするとまあああの人はモテるかからとかねまあ、そういう事情でまあ見逃されることもあるという形ですかね。で長期まあということもあるので長期間にわたって良好な人間関係を構築できないっていうとこですかね。まあだから、まあ、基本的にはだから短期的な友達はだから魅力的なあ魅力を演出するので。<laughs> 短期的な友達っていうのはできるわけですけど長期的な友達が、まあ、いないっていうことになりますよね。そうまあ正直こう <laughs> 正直きついですよねこういう方と一緒にいるっていうのはね。はい、で,で衝動的な行動が大きく将来計画を立てられないということで悪い意味でアクティブなので、まあ、だからアクティブ悪い意味でアクティブなんで揉め事がめっちゃ起きるよねみたいなところですよね。はい、であとは無責任 っていうとこですよねで会社に平気で出勤しないとかですね、えー、借金を返さなくても平気ってやつですね。でこの無責任っていうのも一般の人からすると理解できないんですよねまずね。だからでも本人は平気なわけですから別に堂々としてるわけですよ。<laughs> だけどちょっとおかしくねみたいな感じに周囲はなっていくけど本人は平気なんでまあ周囲は疲弊していくという形なのかなっていうふうに思いますけどね。はい で,で、さらに、まあ、共感力がないので、えー、っとですね、あ、そう、というわけで、まあ、周りはそういう感じで思うわけなんですけど、あの、本人としては、まあ、共感力がないので、まあ、ある種、独自路線をいけるっていうんですかね、まあ、これ、一応、メリットもあるらしくて、まあ、共感力がある人っていうのは、実はなんか、騙されやすいんですよね。だから そうまあよく考えたらそうですね宗教とかもいろんなやつもそうですけどなんかちょっと悲しい話されるとかですねまあ、そういうので「あそうなんですか」って入っていく人がまあ結構実はだ騙されやすくてでも、えー、ソシオパスとかそういうの自分にしか興味ないわけですからそんなこと言われて「あそうなんですか」みたいな感じでままあまあ周囲がもう泣くってさこういう話で一生懸命熱弁を振るってても「まあそうなんですかふーん」みたいな感じである種冷静でいられるというところですかねはい。 まあそういっただ、まあ、騙されやすいメリットがあったり、まあ、っということはつまり、まあ、基本的にはあらゆることを疑っていくっていうような、まあ、そういった傾向もあるかなって感じですかね。はい、っていうところなんですけどまあこんな人がいたらね、まあ、普通に困るというかいい加減にしてくれみたいなっていうかどうしようってなるじゃないですか。 じゃあその場合まあえっ、ー、と冒頭少しお話をさせていただいたソシオパスに対してどうするんだって話をちょっとしていきたいんですけどえっ、ー、とですねそれがこちらですねソシオパスの対処法ということですかねまあで一番目は身も蓋もないんですけどえっ、ー、とですね関係を持たない縁を切るという形でもう 見ななないいい聞か知らないですよね <laughs> あのそういう傾向のやつを見つけたらもうとにかく距離を取ると。で特にやっぱりそのもうやっぱねポイントはね魅力を演出するっていうところがあるのでそれなりに短期的には魅力的なわけなんですよ。だからちょっと関わり持っちゃってでしかも優しい人ほど一回こう友達になったからみたいな形でズル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 付き合うわけですけど、まあ、この傾向を見つけたらもうもうもうあの。 バレないように縁を切るというのがまあ、とにかく大事というところですね。はい。とはいえそれが家族にいたりとか組織の中にいたら関わらざるを得ないですね。まあ、その場合じゃあどうしていったらいいかっていうとまあ、基本的にはその中でも極力距離を取るんだけど話をせざるを得ない状況になったら話をふんふんふんで一応合わせておくと。 で、話半分に聞いたり、まあ、特に、だから、嘘とか平気でつくわけですからね、まあ、それは本人はって悪いと思ってないんだから、だからそれはもうもうね、宇宙人だと思って期待しないと、まあ、このあたりがですよね、普通だったらこうするだろうみたいなことは一切しないので、まあ、期待しないという感じで、まあ、とにかく、まあ、話半分ぐらいに、本ん、そんなんすねみたいな感じで聞いとくというところですね。で、一方で、まあ、 否定とかしちゃうとねこれうざがらみされて大変ですからまず否定はしない。だけど なめられると、要するにソシアプラスの傾向としてはですね、人を欺いて使うみたいなこともあるので、それでやられたらたまったもんじゃないですか。じゃないですよね。でも、だから本人は嘘ついたり、いろんなことして、その言い訳みたいなやつにこう巻き込まれていくわけですよね、はい。あの人から言われましたとかね。まあ、そういうのをやられちゃうんで、でそれはなめられると使われちゃうんで、随時自己主張はしとくと。否定はしないんだけど、ふんふんふんって話半分に聞いてほうって言ってて、でも途中で、と ちょ,ちょろっとこう自分は意思があるんですよってのパンと示しておくっていう感じでやっとくとじゃないと舐められちゃうとこう搾取の対象にされちゃうんでまあ、ちょっと要注意というところですね。はい、で、まあ、冒頭お話しした、まあ、とにかく対峙する上においては本当の感情を見せないっていうことが大事で、まあ、ニヤニヤするっていうところでしょうね。はいだからまあ ソシオパスの人に対してですね、まと、あ、もに向き合おうとすると、それをある種利用されて、まあ、何らかの形で使われてしまう。話をそらされたり、ずらされたり、嘘つかれたりっていう形で、まあ、ある種、搾取の対象になるだけですよっていうことなので、まあ、基本的にはもう縁を切るというか、もう関係持たない縁を切る。で、関わらざるを得ないと思ったら、まあ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、話を適当に聞きつつも、そして期待もせず、 で話を否定せずだけどまあ時々自分としてはこう思ってんだよねっていうのをしっかり言っといて舐められな舐められないようにしとくというところですよね。でその上で本当の感情を見せず、まあ、余裕の意味を浮かべるという感じでまあめちゃくちゃめんどくさいですけどそういう形なんでまあ基本的にはだから関わらないのが一番というところになると思いますって感じですね。はい。だから世の中にはだからね まともに生きてる人ほど、まあ、それを相手にぶつければなんとかなると思ってるかもしれませんが世の中にはこういう人がいるので気をつけてくださいねっていう感じですね。はい、というところじゃないですかねまあでも立花さん見てるとこういう方々にまあ結構まあ集まってくるっていうのかな利用されるっていうのかなそういう側面があるような気が私はして,てるかなって感じですね。そして、 今さらにネット社会で、まあ、こういった方々もあのなんか自分だけがこういうのをやってるとねそのうちその自分が所属してる組織だったりあれ友達だったり、まあ、普通に嫌われて排除されていくじゃないですか当たり前ですけど嘘,嘘,嘘ついて閉鎖とかしたりしててねでそれ1回や2回じゃなくて繰り返しやってたらさすがに長期その場にいたらバレー始めてお前何なんだって感じになるじゃないですか。 だけど本人は自分が悪いいと思ってないんですよ。でもネット社会においてはでも自分と同じようなタイプの人が、まあ、少なからずいるわけですよ。でソチオパスねなんか計算によると結構ねなんだっけなアメリカとかだとこの傾向を持つ人が4%もいるとか言われてても,ものすごいいるなみたいな感じでそう。 でも日本だと1000人に1人とかだったから、まあ、ちょっとねなんか数字がよくわかんないんですけどあとこれもこの傾向を100%持ってる人もいればまあ数しかないとかあるいは皆さんも多分あのなんかソシオパスの傾向を聞いてですねちょこっとあるかもしれないなっていうポイントが、ね、あったと思うんですけど、まあ、がっつり持ってる人っていうのはほとんどいないんでしょうけどあのっていう形なんであの意外といるよねみたいな <laughs>。 ところなんで気をつけてくださいねというところですね。はい、で一方で、えー、ソシオパスがいた時に、まあ、何だったらあのなんて言強みを生かして頑張ってもらうこともできるんじゃないかなって思うわけですよね。まあ、実際ですねえっとその先ほどのイテコーラスのイソっていうのはめちゃくちゃ大活躍するわけですよ。でああいった形でえっとですねソシオパスの強みっていうのは敵対する組織に対してめちゃくちゃえ 影響を及ぼすと要するに味方っていうか一緒の組織にいると疲弊するんだけどもうこいつをそのとにかくもう核兵器みたいなもんなんで <laughs> 相手にぶつけると相手と戦ってもらってる間はまああのなんて言うんでしょうねこっちの味方にとって得になるようなことになるのでまあまあ,あの要するにソシオパスの最強の使い方としては敵対する組織がいたいと,としたらそこに対してまあ 向き合うようにしてもらった敵の攻撃をやってもらうもしくはその敵対する組織に送り込んでその組織をぐちゃぐちゃにしてもらうというところなのかなっていうところですよね。はい、という形でね。 まあでも世の中ねまあいろんな人がいるんでねその中で我々生きてますからまあまあその中であの何て言うんでしょうね楽しく生きていくのが一番なんでしょうけどでもこれを知識を持って付き合うのとそうじゃないのとはやっぱ違くてまともな人ほどまともでこっちがまともであればいいじゃんっていうやっぱりね自信があるわけですよ自分がまともであるがゆえにねそしてそれによってともそれ友達も増えたりとかしてるからまともな人ほど実は あのこのソシオパスに対してもですねまともに向き合うとしてやられちゃうっていうところがあるので、まあ、かなりここについては知識を持って要注意というかまともな人ほどこのソシオパスおよび、まあ、サイコパスの傾向はね、まあ、ちょっとね見とかなきゃいけないっていう感じですかね。うんソシオパスはなんか、まあ、さらにここの頭のいいバージョンっていうかだし先天的だったりするんでなんか。 もっと狡猾なんでですよねで意外とだからあの人を操るに長けてるのでその経営者にめちゃくちゃ多いらしくてですねそうだからむちゃくちゃな経営者が時々いると思うんですけどまあ、だからかみたいな <laughs> のはあるかなって思いますけどねまあそれもだから強みを生かしていると言えば生かしているのでまあ,あのサイコパスでありながらホワイト企業を経営してるんだったらそれは結果としてみんなが得するよね 状況もあるんでね。まあ、な,なんとかとハサミは使いようみたいなところがあるので、そこについては、まあまあそういうことなのかなっていうふうに思う感じですかね。はい。で、あとですね、これね、えっと、最後にですね、えっと、反社会パーソナリティ障害ですね。これはなんか、まあ、ソシオパスとかサイコパスもいろいろなんかこう入るらしいんですけど、まあ、とにかくですね、まあ、これの、まあ、一応、診断だみたいな項目がありまして、この、 7番までの中のうちの3つ以上該当してたら危ないっすよみたいなところがあるんでご本人もしくはその周囲の方々で見てみたらどうかなって感じですかね。まあ、ちなみにですけど A の1とか4っていうのはまあこれってもう明らかにアウトなので。 まあこういった傾向がある人はそもそもですけど分かりやすいのかなっていうふうに思うんでまあここはまあ別に診断する必要すらないのかなって感じですけどまあどっちかっていうと分かりにくいのはそれ以外の青のところで例えば2番で言うと事故の利益のために人を騙すと。でこれは分かんないですよねだって例えばめちゃくちゃ美人のためだったら何でもしますっていう人いるじゃないですかでもそれって騙されてるっていう本人喜んでやってるじゃないですか。まあ、そういういので魅力性がこう かか関わってくるといろんなものが分かりにくくなってるわけですよね。だしある種みんなこうしてるよねっていうところがあるありますよね。はいでそしてですね3番目ですねこれは衝動的で計画性がない。まあ、これは一つポイントですよね。まあ、これについてはですねまあ見てればわかるっていうか分かりやすいっていうか <laughs> とかありますよね。はい で、そして、えー、と次5番がですね自分や他人の安全を考えることができないってことですね、まあ、ある種ソシオパスの傾向としてはですね恐怖心が薄いみたいなところがあるらしいのでまあ、そこもちょっと怖いとこですよね普通ので人で言うと怖いみたいなところっていうんですかねだからブレーキがないみたいな感じなんでそうあまあその辺について危ないし自分しかもそれ自分だけじゃなくて他人も含めてってことですからね そして次に A の6番、責任感がないとあの <laughs> いうところで、まあこれない人、まあいますからね、まあ難しいとこありますけど、はい、とか、まああとは怖いのここですね、両親の呵責がないっていうところなんで、はい。ね、っていうところになりますっていうところですかね。まあ非常に難しいんですけどね、なんか、衝動的で計画性がなくて責任感がない人っていうのは、まあ時々いるじゃないですか。だから、まあ結局はそれ以外の部分が、 非常によろししくないってことでしょうね自己の利益のために人を騙すとか、えー、と自分や他人の安全性を考えることができないとか両親の呵責がないまあこの辺りがまあ大事っていうかな,なんですけどまあいろいろお話ししてきたと思うんですがこういうのをまあそのなんていうんだろうなその明らかにそういうのをしそうな人がやってると分かるんですけど魅力性を伴うと。 分からないっていう分かりにくくなるって感じなんでこの辺については要注意かなって感じですしまともな人ほど引っかかるんでね騙されるっていうか利用されちゃうんでまあ注意してくださいというような話でした以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね